こんにちは、知識の宝庫へようこそ。皆さん、過去のあの瞬間に戻りたい、もしくは未来の世界を覗き見たいと思ったことはありませんか？映画や小説には、人々が時間を移動する。タイムトラベルのストーリーが数多く書かれています。しかし、これは単なるフィクションの世界の出来事に過ぎないのでしょうか？それとも、現実の科学の中にも、タイムトラベルの可能性を秘めている手がかりが存在するのでしょうか？今回の動画では、タイムトラベルの科学的な可能性について、深掘りしていきたいと思います。私たちの日常の中で流れていく時間は一方向のものと感じられますが、宇宙の中には時間が逆行する場所や、時間の流れが異なる場所が存在するのかもしれません。アインシュタインの相対性理論、ワームホール、ブラックホール、そして量子力学。これらのキーワードを中心に、タイムトラベルの真実に迫っていきます。もちろん、現実的な問題や課題、倫理的な議論も避けては通れません。タイムパラドックスやタイムトラベルの技術的制約など、興味深くも難解なテーマに挑戦します。タイムトラベルの概念、皆さん、時間を超えて過去や未来への旅を書いた作品を一つや二つは知っていますよね。タイムトラベルは、私たちの心をつかむ大きなテーマとして、長い間、映画や文学の中で繰り返し書かれてきました。タイムトラベルを書いた有名な作品たち、映画バックトゥザフューチャー、そして最近ではアベンジャーズエンドゲーム、など、タイムトラベルを扱った作品は数えきれないほど存在します。これらの作品の中で、主人公たちは過去や未来を自由に行き来し、様々な冒険を繰り広げます。それぞれの作品で、時間移動の原理やメカニズムは異なることが多いですが、共通して、時間を超える旅の魅力や危険性が書かれています。一般的なタイムトラベルの理論、進む時間と逆行する時間。一般的に考えられるタイムトラベルの理論には、主に二つのタイプがあります。一つは、私たちの日常で経験するように、未来に向かって進む時間。この考え方では、未来はまだ存在しておらず、過去は変更不可能なものとされます。もう一つは、過去や未来への逆行や移動が可能な時間の流れ。この考え方では、時間は固定されたものではなく、流動的なものとして捉えられます。例えば、過去に戻って何かを変えることで、現在や未来が変わるという考え方です。人々が夢見るタイムトラベルの魅力。タイムトラベルには、私たちが心を惹かれる何かがあります。それは、過去の後悔や未来の不安を直接解消するチャンスがあるからかもしれません。また、歴史上の出来事を直接目撃したり、未来の先進的な技術や文化を体験することの魅力も大きいでしょう。しかし、同時に、時間を超える旅は多くのリスクや問題をはらんでいることも、多くの作品が警告しています。このように、タイムトラベルは文学や映画の中で幅広く探求されてきましたが、実際の科学の世界では、どのように捉えられているのでしょうか。科学的なアプローチ、アインシュタインの相対性理論、時間の曲がりと重力。まず、アインシュタインの相対性理論を振り返ることから始めましょう。この理論は、時間と空間が密接に関連していることを示唆しています。特に、重力が強く作用する場所では、時間がゆっくりと進むことが示されています。例えば、地球の表面よりも宇宙の高い位置での時間の進行は、地球上よりも早いとされています。実際に、高精度な時計を用いた実験では、この時間のズレが確認されています。この考えを拡大すると、極端に強い重力を持つブラックホールの周辺では、時間がほとんど停止すると考えられます。もちろん、ブラックホールへの接近は現実的には非常に危険ですが、理論的には時間の流れが変わる可能性が示されているのです。ワームホールとブラックホール、時間を超えるポータルは存在するのか。続いて、宇宙のショートカットとも言えるワームホールについて考えてみましょう。ワームホールは、空間の異なる2点を結ぶトンネルのような存在として理論的に提唱されています。このワームホールを利用することで、宇宙の異なる地点や異なる時間に瞬時に移動することが可能となるかもしれません。しかし、ワームホールが安定して存在するためには、通常の物質とは異なる性質を持つエキゾチック物質が必要とされています。現在、このような物質の存在は確認されていませんが、未来の研究で新たな発見があるかもしれません。量子力学とタイムトラベル、マイクロレベルでの時間の流れ。最後に、量子力学の視点から時間の流れを考えてみましょう。量子力学は、微小なスケールでの物質や光の振る舞いを記述する理論です。この量子力学の世界では、時間の流れが我々の日常とは異なることが示唆されています。
実際、ある状態から別の状態への遷移は、未来から過去への逆行も許容されることが、理論的に示されています。もちろん、これはマイクロレベルでの現象であり、私たちの日常生活に直接的な影響はありません。しかし、このような量子的な時間の流れの理解が、未来のタイムトラベル技術の手がかりとなる可能性も考えられます。こうして、科学的なアプローチから見ると、タイムトラベルは完全に非現実的なものではないことがわかります。しかし、その実現には多くの課題や問題があることも明らかです。現実の問題と課題、タイムトラベルが現実にもたらすもの。タイムパラドックス、過去を変えると現在も変わるのか。タイムトラベルを考える際に避けて通れないのがタイムパラドックスです。例えば、過去に戻って自分の祖父を救った場合、その影響で自分自身が存在しなくなることはあるのでしょうか。このような矛盾を生むシチュエーションは、多くの SF 作品でも取り上げられています。また、過去を変えることで、現在が大きく変わってしまう可能性もあります。これにより、未来への影響や歴史の変容、人々の運命まで変わってしまう恐れが指摘されています。タイムトラベルの倫理的問題、過去や未来の介入の是非。次に、タイムトラベルの倫理的問題について考察します。もし、過去や未来に介入する能力を持つとしたら、それをどのように使用すべきなのか、また使用すべきでないのか、様々な議論が必要となります。例えば、過去の悲劇や災害を防ぐために介入することは許されるのでしょうか。それとも、歴史や運命に介入すること自体が倫理的に問題があるのでしょうか。タイムトラベルが可能になった場合、これらの疑問を解決するための新しい倫理規範や法律が必要になるかもしれません。タイムトラベルの技術的、物理的制約、科学が直面する課題。タイムトラベルには、物理的、技術的な制約も多く存在します。例えば、先に触れたワームホールを使用したタイムトラベルは、安定したワームホールの生成や維持に関する多くの問題をはらんでいます。また、量子レベルでの時間逆行も、マクロレベルでのタイムトラベルを実現するための技術やエネルギーが必要です。さらに、タイムトラベルを行うための装置や方法、そしてそれに伴うリスクなど、実際にタイムトラベルを行うには多くの課題が存在します。これらの課題を乗り越え、安全にタイムトラベルを行う方法を見つけ出すことが、科学者たちの大きな挑戦となるでしょう。これらの問題や課題を考慮すると、タイムトラベルは現実に実現することが非常に難しいとも言えます。しかし、その可能性や魅力、そしてそれに関連する多くの疑問は、私たちの心を捉えて離さないものとなっています。私たちがタイムトラベルを考えるとき、そのイメージは多くの映画や文学から影響を受けています。それらの作品を通じて、過去や未来への冒険の魅力、時間を超える旅のロマンを多くの人々が感じています。しかし、その背後には科学的な理論や考察が豊富に存在していることも事実です。アインシュタインの相対性理論は、時間と空間の関連性を示すとともに、時間が曲がる可能性を示唆しています。この理論をベースに、ワームホールやブラックホールといった宇宙の現象がタイムトラベルの可能性を開く鍵となるのかもしれません。そして、量子力学が示すマイクロレベルでの時間の流れも、我々の通常の認識を超えた新しい視点を提供しています。しかしその一方で、タイムトラベルが現実となることの難しさや問題点も無視できません。タイムパラドックスや歴史の介入に関する倫理的問題、そして実際のタイムトラベルを可能とする技術や物理的な制約といった課題が存在します。結論として、現時点ではタイムトラベルが現実に実現するかは未知数です。しかし、科学的な探求心や好奇心を持ち続ける限り、その答えを追い求める日々が続くでしょう。そして、その過程で得られる新しい知識や発見が、我々の未来をより豊かに、より魅力的にすることを期待します。最後に、この動画を通して、タイムトラベルの魅力と現実的な課題を少しでも感じ取っていただけたら嬉しいです。未来や過去への冒険は、私たちの心の中に無限の可能性として存在しています。それを夢見ること自体が、私たちの生きる喜びの一部となっています。それでは、この動画をご覧いただきありがとうございました。もし、この動画が役に立ったと感じたら、ぜひともいいね、ボタンを押して、チャンネル登録をお願いします。コメント欄には、あなたの意見や感想をお聞かせください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。